うございました。ちょっと15分ぴったりしかできないんですけど、皆さんぜひ見ていってください。ちょっとそわそわしててごめんなさい。そわそわそわ、そう、もうマキコさんと話が尽きなくてめっちゃ楽しかったんですけれども、ライオンズの試合が始まっておりまして、15分しかできないんです。ちょっと今あれなんですけれども、皆さん、そう、そわそわしてた理由は、6時に試合が始まるからあと、あんまり伸びすぎちゃうと6時10分ぐらいまでしか放送できないみたいで、そのチンチコチン自体が、なのでそれもあってすごい後半終わらせなきゃと思って駆け足になってしまったんですけど、めちゃくちゃ楽しかった。やっぱね、マキコさんとかとおしゃべりするとなんか安定感ありますね。自分たちのせいや、そうだよ、でいいんだよ。なんか私たちはめっちゃ楽しかったんで、すごい長く話せたのはすごい全然良かったんですよ。良かったので、いや試合優先というより、15分はちゃんとおしゃべりしますが優先ってわけじゃないけど、私明後日もね仕事させていただくので、ちゃんと見るのも仕事だと思っていますので、そこはご了承くださいいやでも本当にとにかく本当に楽しすぎて、最初のコーナーからあんなに長く話すことないぐらい本当にたくさん話しましたね。めっちゃ楽しかったです。そう、明後日じゃないや、ごめん間違えた、25日25日にライオンズさんのオンライン観戦イベントをね、さっきもお話ししたんですけどさせていただくので、はい、そこでねいろいろ今どういうこと話そうかなとかも考えてますので、皆さんよかったら見てくださったら嬉しいです。25日、いやー楽しかった、とっても楽しかったです。いや私はでもファッションアイテムがなんか何を出したらいいか分かんなくて、なんか身近に結構可愛いものあったのに、ちょっともうちょっとなんかでもそういうところのセンスがないのも私らしかったかなってはい、そんな感じなんですけど、トーク中にねマキコさんにバレずにね1個ポテト食べてみたの、したらバレなかったって、食べたでもサリーさ、めちゃくちゃマキコさんとさ最近仲深まっててですね、 LINE とかもするし、おしゃべりもするし、そうポニーテール私あんまりしないんですけど、もう今日は何せ暑すぎてポニーテールをしました。何ですかね、視聴者にはバレてたポテト、そうで、みんなにバレてるかなと思って食べた。あ、そう、あと25日のイベントでオンライン観戦をするんですけど、ハッシュタグ L オンライン観戦っていうハッシュタグをつけてもらって、質問を募集していまして、それは当日でもいいですし早い段階ででも、多分でもね当日の方が目に入り、当日こう見ながらお話ししたりすると思うので、あれでもいいですし今からしていただいても見ることができるので、はい、どちらでも大丈夫です。ちょっとそこもう一回分かったらちゃんとツイートしたいと思います。こうだと嬉しいですっていうのを。あ、落下、むずっ、めっちゃ、なんかこれどうなってたん、こんな感じかな、落下、はい、そんな感じですシュシュつけてますよ、あれ、あ、外したんだった、なんかこんな黒いやつつけてました。
で、ちょっと25日の詳細お話ししてもいいですか？シュッシュー。お話をしますと、7月25日対ロッテマリンズ戦で有料チケットによるオンライン回線観戦を観戦イベントを実施します。出演者は、声優の岩田さんと私でございます。チケット料金は税込み1650円です。さっき1800円って言っちゃったんですけど、でチケット購入は埼玉西武ライオンズ公式ライブ配信サービスからでお願いします。で配信開始は、25日の17時45分から試合終了までで、6回から私が参加させていただきます。はい、そんな感じで、で新宿プリンスホテルの宿泊とイベントの参加券がセットになったプランもありまして、終了後に、私と岩田さんそれぞれオンライン二次会に参加いただけます。そして乾杯ドリンクや特典グッズの抽選会などもやりますので、皆さん家を出ずにも楽しめますし、ホテルでしたらホテルの部屋から楽しめるのでぜひお待ちしています。ハッシュタグ L オンライン観戦をつけて投稿すると配信中に紹介されるかも、皆様の投稿お待ちしていますって書いてあるので、多分これ見る限りだと当日じゃなくても大丈夫そうな気がしております。はい、そんな感じで、いや違くてね、なんでこんな言うかって言ったらもうめちゃくちゃ嬉しいんですよ。もう何、ライオンズさんの4月のイベント、4月21日にイベントがあるはずだったんですけど、なくなってしまって、まあ、すごく、まあ仕方のないことなんですけど、すごいショックで残念だったので、こうやってリモートでこう野球に関わる機会をいただけたっていうのがすごく嬉しいのとともに、結構プレッシャーでもあって、なんか全然見に来てもらえなかったらどうしようとかちょっと不安に思ったりもしてるんですけど、でもこうやってね、こういうチャンスをいただけたことがすごく私はありがたいことだなと思っているので、はい、そんな感じでこうやっていろいろお話しさせてもらったんですけど、もし皆さんお時間空いてれば、その一緒に野球見てもらえたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。そう、なんかこういう時にね、そういうなんか新たにイベントができるっていうのが、今本当になかなか舞台も中止になってしまったので、で私は実はもう少し前から知っていて、で10月11月にある予定だった松竹特別公演の毒薬と籠城っていう作品が、いつ、私も1ヶ月くらい前から知ってたんですけど、発表されるまで皆さんにねお伝えできなかったんですけど、はい、亡くなってしまって、すごいリモートトーク会でも皆さん楽しみにしてるよってすごい言ってくださったので、めちゃくちゃ残念だったんですけど、なのでね、こういう時に新たにこういうオンラインでイベントができるっていうのがすごくね、私はありがたいなと思っております。で舞台中止になってしまったのはすごく残念で、なんかそうですね、去年トリッパー遊園地って舞台に出させていただいて、でなんかそれで皆さんにも見に来ていただいて、こうそれのなんだろうな、おかげもあって、こうそのきっかけでまたこう舞台のお仕事が決まって、めちゃくちゃ嬉しかったんですよ。1回目も嬉しかったけど、2回目がまたあることが本当に嬉しくて、でその前に実はサラリーマンナイトフィーバーっていう舞台もやらせていただいてたんですけど、でその、まあ、この先もまたね、ずっとそうやってなんかこうチャンスをこうちょっとでもなんだろう、ものにできるようにやっていきたいなって思ってたんですけど、今結構舞台はなかなか難しそうな状況でもあるので、とりあえずコントは
まだできるみたいなので、ちょっとね自分にできることを頑張りたいなって、はじめましてライオンズファンです、ありがとう、なっていうふうに思っております。はい、なのでなんかそうですね、すごいだから告知みたいになっちゃって申し訳ないんですけど、はい、なんだろう、お話しさせていただきました。いやーね、残念だよね舞台で、まあでも残念って思ってても、もう変わることではないですし、なんだろう、いつかねまた、すごく素敵な役だったんですよ、映画とかで見て、あのエレーンって役だったんですけど、もし皆さんお家でなんか暇だなとかいう時があれば映画見てみてください、めちゃくちゃ面白いので、毒薬と籠城っていう、はい、まあなんだろう、でもまあすごいなんだろうな、なんか残念だなとかはーとか思うこともあるけど、すごい自分がこの間本当にちょっと体調が悪くなってしまって、あの胃腸炎になっちゃって申し訳なかったんですけど、あの今すごいめっちゃ元気でこうやってみんなとおしゃべりできていることがすごい嬉しくて、でも一応私結構毎年恒例みたいな感じで夏の時期にいつもなってしまうんですよ、総選挙の時期とか、なんかストレスとかがかかると、なんか分かんない、ストレスがなくてもなるんだけど、食べ物とかもあるかもしれないんですけど、なんかそういう風になっちゃうことが多くて、いや本当にタイミング悪くて申し訳なかったです本当に。まあでも今は皆さんのおかげもあり、とてもとても元気なので、はい、とても元気ですって感じですね。あともう5分ぐらいかな。いやでもなんだろう、でもやっぱなんだろうね、なんかクーラーの調子がすこぶる悪いんですけれども23日の、21時からお礼配信もタコパやらせていただくので、はい、その時の服装を今どうしようかなってすごい考えてて、なんかもし希望があったらツイッターのリプを、はい、よろしくお願いします。元気そうでよかった、元気なのが一番の願い、ありがとうございます、嬉しいです、めちゃくちゃ元気です。ただ今日はなんか顔が若干むくんでいる、なんでだろう、若干むくん、たこ焼き自分も用意するって皆さんぜひ一緒に、もしよかったら一緒にやりましょう。いやー楽しかったな、マジでマジで。マキコさんってやっぱなんて言えばいいんだろう、持っているオーラというか雰囲気がすごい明るいから、やっぱ一緒に話してるとすごい元気をもらうなって思うし、だしトークもやっぱり面白いから、すごい一緒にやってすごい楽しかったです。ほらマキコマキコさんめっちゃ楽しかったよ、本当に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 楽しかったよ、めっちゃ楽しかった、ね、水着出したりとかしてめっちゃ笑った、水着、いしょ、水着もなんかさ、お家にあるものをこう持ってアピールするみたいな企画があったから、もうなんか身の回りに物がすごいことになって、よいしょよいしょ、今回収中です、よいしょよいしょ、はん、楽しかっためちゃくちゃ、よいしょよいしょ、あ、マキコさんも配信してるんだ、やりますよね、てか今セーブどうなってんだろう、試合さっき1点とと2点目取られたみたいなコメントを見た、カナピー変
じゃないですか。はあ、皆さん今日もありがとうございました。めちゃくちゃ楽しい一日になりました。ありがとうございます。じゃあまたこの写真をツイッターにあげたいと思います。それでは皆さんありがとうございました。23日の9時にお会いしましょう。バイバーイ。皆さんランキングも見よ、読めないけど、ありがとうございます。皆さんの名前をちゃんと読みました。あれこれさ、なんかおかしいんだけど、バグってる。カラオケとかになっちゃう。カラオケが消えない。え、消せない。これ退出できません。あれ消せない。バグった。どうやって消すの、わかんないんだけど。